お、来ました。今日もやってまいりました。これね、もう何回目ですか。204回目ぐらいの感じですよね。もうなんとか言えよ、なんとか言えよ。204回目ぐらいですよね。あれですよ、まさに ETV 始まりました。よいしょ、もうまさに ETV でございます。まさに ETV、なんか喋れよって言っても、僕はグラスを出すまでは喋らないで。あ、そういう何を忘れてるんですか。そういう手だ。いや、まあ、そういう手、そういう、毎回そうだったでしょ。あ、もうそんなもう関係ない、もう入ってこい、みんな入ってこいよ。絶対忘れてる。コカ・コーラのおじさんも入ってこいよ、お前そっちに。おい、入ってこいよ、お前さっき帰りましたから。入ってこいよ、おい。おい、おい、今日はテンション高いですね。前回、全然テンション低かったのに。いや、もう、前回はだってもう下がる要因しかなかったからね。言うならば、え、言うならば下がる要因しかないじゃん。それでも前回はトマト、はい、でもそれでね、ちょっとでも体にね、健康的になってくれたら。リコピン入ってるんですよ、リコピン。いや、だから俺今風邪ひいてますからね、完全に。いや、おかしいです。トマト効果ですよ。いやいや、トマトのせいですよ、完全に。どんだけ引きずってるんですか。トマトのせいで風邪ひいてますよ、今。なんなの、喉ガラッガラッカスカスですよ、今、本当に。やめなさい、やめなさい、本当に。本当にさあさあさあ、ということでね、おはようございます。3回目。いや、なんかギリギリね、はい、あの行く前に20回ぐらい再生して。いやいや、言うな。ギリギリ2分だったんですけど、何を言ってるんですか。よかったなーって、よかったなーってことでね。怖いなー、生組って本当にいいもんだなーみたいなね。どっかで聞いたことあるやつ。加山雄三ですよね。雄三加山。加山雄三ではない。雄三加山ですよね。まあ今日は本当にね、あの何にも用意してきてないんで。そうですね、そんな感じが全然。まあ若干もう18も帰ってテンションも僕も若干下がってきてね。そういうことで笑いの無理やり。さっきね、あの一橋が収録してたんですけども、帰っちゃったから今日みんな予定あって。まあ、いいじゃないですか。だからぶっちゃけそんなテンションも上がらず、おっさん3人しかいないこの店内。やめろよ。どうテンション上げろっていうのかと。本当なんだろう、純粋にもうクソアーティスト。なんでですか、あんだけいい歌歌って。今もすごいいい歌流れてる。まあやっぱここはあるんでしょうね。そういうことはここはもう、ここはあるんじゃないですか。これがもう感動しないです。やめろ。これ18の方のね、見ていただければ分かる。最近どうなんですか、話がちょっと。何がプライベートの話。まずいきますよ。プライベートはもうそうですね。だってめっちゃこの間恋愛論語ってたじゃない。第1回目か。第1回目。恋愛、いや別になんかもう、なんていうかな、まあモテる、まあそういうのが当たり前になってきてるから。やっぱりそういうエピソードちょっとあるんですか。やっぱエピソードは特にないんだけど。ないのね。ないのね。モテるのが当たり前になってきてるから、やっぱでもそれでも一人一人やっぱこう大事に、やっぱモテるからといって邪険に扱うんじゃなくて、やっぱ大事に相手を常に思いやる気持ち忘れたくないよね。好きなものは好きだという気持ち抱きしめてたよね。番組終わらせますか。いやまだ嘘嘘、もうちょっと喋ってたらいいんですけどね。もうあ、でもなんかすげえいい歌歌ってるから。そうなんですよ。でも ね最近ね、音楽系の仕事よりアイドル系の仕事の方が多いんですよ。圧倒的に。コラム的な、コラムやってる。コラムからのつながったってやつでね、この間あれですよ、あのアイドルのね、はい、秋葉原でやってる生放送の、はい、あの9時間じゃねえ、7時間生放送やってたんだ。マジっすか。夜9時半から朝の4時半までの放送。何をやってるんですか。7時間ずっとニコニコ、ニコ生でずっと、まあいろんなコーナーあったり。具体的な企画何があるの。なんだろう、料理企画とかありました。あとアイドル、別のゲストのアイドルも来てもらって、帰れま店みたいなのお寿司でやってたり、なんかあと、まあ、買いだまるし、あとちょっとエロい話、いろんななんかそう。だって料理作るにしても、どれぐらいの時間かかったんですか。料理ね、料理コーナーだけ一応時間1時間取ってて、おでその中でアイスと、はい、あとご飯炊いて、ケンタッキーご飯を炊いたり。何それ。わかんねえ。他店舗の商品使ってるじゃないですか。そのまま食べて美味しいのにっていう ね。なんかこう炊き込みご飯みたいにして作ってましたよ。食べてましたよ、なんかそういうことをしてやったやった。で、マサヒロさん自体は何かしらの企画にはなんか参加されて。いや、もうずっと MC でも。あ、大変でしたね、1時間も。で、1回しかトイレ行ってない。わおわおわお。で、お客さんもね、結構2、30人ずっといてくれて。公開収録で、みんな来て、もう
基地の外に出てんじゃないかなっていう、今一瞬基地って言っちゃいましたけど、あの基地の外に出てんじゃないかな、基地なんかそういう場所があったの、うん、そうそう、なるほど、ベースキャンプから出てんじゃないかなと思いましたよ、そう、みんな7時間も、じゃあ結構な出演者もいらっしゃった、いや、でも基本的には僕とそのアイドルの3人組なんですけど、1人の子は高校生だから出れなくて、あ、だから基本的に3人で回すみたいな、深夜ですか、深夜、だから夜の9時半から朝の4時半まで、うわしんどい、みんなマジっすか、でお客さん一応入場料1000円で飲食物飲みこあの持ち込みとあと再入場あの OK で、はあ、だからすごい優しいから来てくれたファンの人とかが、ね、なんかお礼おにぎりとかこうくれたりして、すげえ優しい、すげえ優しい、すごい優しかった、でそのところで頼まってたりとか、そうそうそう、そういう、そういうのあったね、今日もこの後ちょっと MC 多分やりに行くので MC っていうかちょっとゲスト、え、もうなんすか、どっちかっつうと MC 業の方が増えてるなんか増えてる、なんか増えてる、あとまあ確定情報が分かんないですけど来月もね、なんかアイドルさんのライブ、ほうスリーマンライブに1曲だけ参加するかもみたいな、え、ほんまなんか1曲だけそのアイドルさんのとこでコラボしましょうよみたいな、ほう、なんで俺なのかっていうね、あの需要ゼロっていうところに、まだそ確定ではない、確定ではないです、あ、まだ話がちょっと、まあ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 、ででまあちょいちょい、まあ、へえ面白い、なんか他のアイドルの曲をちょっとカバーで一緒にやりましょうよ、どういうコラボのされ方するんですか、なんかね、あの需要ないと思うんですけどねそんなことないでしょあのしかもそんなあのね、あのファンの方も僕のこと知ってるようなアイドルさんじゃないところでね、まあ18さんとかだったらね、うん、あ、まさひろさんだみたいな、うん、あ、知ってる知ってるみたいな、うん、なるんですけど、あの全然ね、そこっていうとこから、まあ、オファーが来まして、こう出てってこの人誰だみたいな感じになるのがもう思い浮かんで、ちょっと吐きそうなんですけど、すでにもう緊張で滑る予感しかしないっていう、ね、いや、そんなことないでしょ、まあ、怖いっすよね、最近でも MC 業ばっかり、 MC 業とか、そのだからアイドルと歌でコラボとか、うん、まあまあいろんなところでやってますよ、アイドルも、番組でちょっと話したかちょっとあれなんですけど、個人的にほら、番組で今、あの番組のエンディングソング歌ってるじゃないですか、たのしんごさんのニコ生跳ねましたっていう、あのとても面白いバラエティ番組ですよね、あのねハードルグイグイ、あのもう国民的バラエティ番組、国民的バラエティ番組全4回ぐらいやってるんですよ、まあ、これからね、なったらいいかなと思うんですけど、全4回でもう1ヶ月終わって次もう6回目、7回目入ります、あ、もう入りますか、やってますから、もうそんな行きますか、やってます、あ、そう、で、あのエンディングをまあやってもらってるじゃないですか、リンクソング、あ、ちょうど今ね、そうすげえ噛みかかってますね、迷ってるね、もう計算してるね、やってない、持ってるね、隣の声は、その、まだあれ、どっちかというとプロトタイプというか、まあまあそうですよ、そうです、まあまあまあ、そうなんですね、プロトタイプです、あれは、なんかそのプロトタイプっていうことはまだ直しが入るっていうのを前におっしゃってたと思う、まあそうですね、まだったらまだ、まだまだまだちょっと、まだちょっと公開、非公開、非公開 NG、なんで NG もらってるの、まだちょっと公開しそうか、そうやすやすと、もう出るときはもうあのあれ原宿のあのなんか宣伝のバスみたいなとこガンガン走りますから、だいぶお金かかってますね、もうどんだけのバスヒルズ族ですからね、いやいや、だとしたらこんなとこいないでしょうかヒルズ族かなんかやるでしょ、それはもう広め、まあでも本当にそれは楽しみにしてるんで、ぜひぜひ、まあですね、うっすわ、何喋る今日、全然何も見てない、あとこれちなみにここいろんなとこやってるんですけど、うん、おー、はい、で、あの後ろのあれこうね、あの確かいろんなスペースでやってるんですけど、あれは洗濯干し場ではないんですよ、あれはもう誰が置いてったのか、いやいやいや、あなたの荷物でしょ、全てあれ何あれ、ね、ベルディのユニフォームとかあれ、ね、あれでしょ、なんか毎月か各月かなんかで六本木でなんかやってるでしょ、あ、ベルディのイベントね、出させていただいて、実は昨日もあのベルディの試合観戦に行かせてもらって、好きですね、昨日も行かせてもらいましたよ、非公式アーティスト、非公式アーティスト、東京ベルディ非公式もアーティストですから、非公式になるように、え、今もあのユニフォームですって、今、今シーズンあのユニフォームです、毎シーズン変わるんですか、毎シーズン大体最近は変わってますね、弊社の方では、弊社の方では、弊社の方では、で、まあ、中は18、まあまあまあ18、さっきまで言いましたけども、18
一番右は、一番右は今日はあの夜あのニコ生とかあと7時間のニコ生一緒にやらせてもらったあのスプラッシュというね、はい、ロック系ダンスボーカルユニットっていうか、まあ、アイドルのスプラッシュさんの T シャツあれいただいたんだけど、かっこいいじゃないですか。かっこいいですよね、あれ、なんかいただいて。めっちゃロックな匂いがする。いや、ロックかっこいいですよ。いや、かっこいいっすよな、もう。話すことがなくなってきたからって、そんないっぱいいっぱいならないで。あ、もう、まあ、いっぱいいっぱいなっちゃう。いっぱいいっぱい全然もう。どう、あと、どうしても4時間、4時間ぐらい喋りますか。めっちゃ、今もう、わさぎろさんじゃなくて、スプラッシュの T シャツしか見てない。俺を経由しないで言ってるってことです。スプラッシュの T シャツしか、あー、かぶった、あー、ピボケ、ピボケ、あー、あー、すいません、あの、音声世界バレー映像に乱れがちょっとね入ってますけど、18の T シャツがね映りましたけどね。じゃあ T シャツ、そしてまあベルディ、ベルディ、ベルディは邪魔しないですよ。で、いや、なんでベルディのユミはちなみにここ本当にあのいろんなスペースでイベントやってるんですけど、そうですよね、今度ここで、うん、音楽イベントで全然別な話なんですけど、アニソンライブがあるんですよ。なるほど。で、アーティストで多分ご存知かなと思うんですけど、仮面ライダーのブラックアレックスでしたっけ。ああ、はい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 、歌われてる宮内さん、はい、がここにいらっしゃいます。マジで俺行くよ、宮内さんいつでしたっけ。宮内さん最高じゃないですか。いや、マジで、宮内さんブラックアレックスだけじゃないか、ウィンスペクターとか全部やってるから。歌ってくれますよ。俺、iTunes の中に入ってるけど、 iPhone の中に入ってるけど、最近その復帰されて、あ、チケットが宮内郎さんでしょ。ああ、4500円になります。宮内孝之さん、いつでしたっけ。9月の28日です。あ、ちょっとスケジュール確認するの。スケジュール9月の29、はい、9月か。そうですよ、9月なら空いて、土曜日ですかね。空いてますよ、9月の。なるほど。これはすごいですね。まさかのキングが成立した大物、大物来ましたね。いや、めちゃめちゃすごい人ですよ。とりあえずマサルさん、テンション上がるわ、そんな。お財布を持ってきてもテンション上がる。俺3000円ぐらいしか入ってないですから、財布。4500円のチケットに対して3000円しかお財布入ってないですよ。返せ。いやいやいや、もうただでくれよ。放送やってんのがただでくれよ。関係者だろ。絶対来た方がいい。関係者だろがい。普通に紹介できるのに。宮内さん、あとこんな点しか残ってないんだよ。嘘、超マジですごくて、ほぼすげえわ、マジで。予約がもう埋まってしまってる。9枚です。そう、だから、まあ、おそらく多分お好きだったのを僕覚えてるんで、多分言った方がいいかなと思って。ちょっと、なんで俺俺勝手に入ってくるけど大丈夫。俺ダメだよ前日の夜ぐらいからトイレにずっと忍び込んで待ってるけど、俺買った方がいいんじゃないですか。いや、後でね、リアルで後で、じゃあマジで後歌してんじゃないですよ。後でなんか、なんかくれよって言って、くれよって言うくれくれしに行くよ、くれくれ。まあまあ、でも本当にいろんなことやったりとかしてて、すげえ、宮下孝之、まさひろさんもなんかやってくださいよ、ここで。俺もアニソン歌うじゃん、宮下さんと、じゃあなんなら宮内の原曲でもここ、本当に前僕以前なんかお呼ばれしてもらって、ほら、まさひろさんにお呼ばれしてもらって、アニソンのなんか、池袋でしたっけ。池袋でやってましたね。あれもやってないですか、最近。あれやってないっすね、最近。あれ、俺その時そうだ、仮面ライダーブラックアレックス。そうそう、だから俺好きなんだっていうのを覚えてて。そうなんですよ、ここでちょっとなんかそういう専門のやつやってくださいよ。宮さんと宮内くんって言いそうになって。いや、ちゃんと宮内と僕が、ちゃんと協力してなんかプロデュースするんで、なんかあと仲間とか呼んでいただいて、孝之と正宏ナイトみたいな。そうね、そういう前回そうなんだったね。孝之と正宏のなんかもうそういうデュエット、絶対絶対やります。100選みたいな。絶対宮内さん、ちゃんと自分でオファーしてください。それは宮さん、あと一緒電話番号教えてもらって。あ、でも本当にここって板電しますよ。アニソンが、アニソンを本番やったらいっぱいいらっしゃったりとかするので、うん、そう、まあ、もしよかったらぜひぜひ、まあ、来ていただけたらと。あれ、なんか今ドアガチャって開いたもん。宮内さん、宮内さんですか、宮内さんですか。これ単なる怖い話。ご本人登場。単なる怖い話。なんか宮内さんか、なんだ。宮内さん見たい、本当に。そうなの。光のオーラ身にまといですからね。いや、てか
だいぶ汗かいてますけど、大丈夫ですか？風邪だからな、風邪ってな。大丈夫ですか、風邪？多少喉ガラガラですもん。ごめんなさい、明日ライブなのにっていうね。まあこの後さらにね、あの秋葉原で喋りに行くわけなんですけど大変。ちなみにですけど、うん、今映像上はちょっと映ってないんですけど、はい、今日なんかお持ちになってる。いや、お持ちなんですけど、まあたまたまカバンの中にね、はい、発見したから入れてきたんですよ。なんすか、なんかこれこんなもん発見した。日常の話題を全然動かない。これはもしかしたら全然、いつのですかそれ。エロビデオなんじゃないかなと。いや、そんなわけないでしょ。何歳の時。わかんない、92年って何。92年、何年前。だからもうあれですよ、クラスの曲より前ってことですよ。ナイティナイスより前ってことですよ。21年前。21年前何歳ですか。21年。5歳。5歳。5、6歳でしょ。5、6歳。何やってたんですか。なんかタイトル、トピック何。寝てるマー君、何寝てるマー君。寝てるマー君、ベビーパンツのマー君、マー君のお風呂。濡れ場、濡れ場ですよこれ。全然興味ない。もう濡れ場ですよ。全然興味ない。あと何その部屋の。草壁家と山本家、子供の国っていう。いや、分からん。なんか隔室が大きそうな。書きました。あと最後これは大ニュースですよ。何草壁家の庭に蛇が現れる。そんな事件でもねえよ。蛇が現れる。これ大変だもん。いや本当に。都内の一等地で蛇が現れる。それはもう、それはもう各社マスッコミがもう黙ってない。すげえゆるいアニメができそうな。これはもう本当にもうその筋の人からもう。どの筋だよ。もうこれは本当にもうあんまもうこれはあんま大きな声でフリーメイソンとかやられる。そういうこと言わない方がいいです。メイソン的な。ちなみにこれ今度ちょっと画像できないですか。これどうにかして。見たいね。俺も見たいんだよね。ちょっと今度見ましょう。8ミリなんだよねこれね。どうにかして上映会やる。それ映像変えれるでしょ。そういう機材が。あれば買えれる。DVD も焼けるよ。焼いて、ちょっとこれライブ来た人も特定するこれ。いやいや、絶対に喜ばない。だって濡れ場だよ、マー君のお風呂。いや、絶対興味ない。未だにだって覗きたいから。一応だから、その番組上を、じゃあその DVD に焼くときにちゃんとそのトピックで分けといてください。そうね、トピックだね。それのこれは本当俺も見たいんだよな。寝てるマー君、ベビーパンツのマー君ってこうもうコスプレですからね。言うたら、ちなみにそれ1個の、テープで何分入ってるの。これ何分テープなんだろう。これはね8ミリだったら2時間テープじゃん。あ、違う、いや、どうなの。60とは書いてある。60分テープ。そんな60分も見たくないよ、まさひろさん。恥ずかしくなって、こうやって。ああ、もうテープ使った後 ね。しかもほら、なんかこうアルファベットのさ、やつがいっぱい並んでて、はい、あの、1個ずつしかないの、アルファベット。1個使い切ったらもう終わり。そうそうそう、なんかこう、削って別の文字にするみたいなさ。なんか企画側のね、気遣いの無駄だ。そう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 。ちょ、うまいこと、それでね、なんか欲しがってくれる人がいいのかな。これ意外と使ったことないですよ。あんまないんだよね。マジックで書くじゃん。いや、日常のね、まさひろ君、これはね、なかなか手に入らないですよ。いやー、ちょっと、マジ。本当、今んとこ、取れ高があんまないから。そんなことないよ。こんなに一生懸命。次回からちょっと、これ流しましょうよ、トピックで、ちょっとずつ。まあまあ、ちょっとずつ、マジックずつ流れてる。だって、60分あるんでしょ。うん、まあ、1個10分で全然 OK じゃないですか。まあそうですね。でもそしたらもうアクセス数跳ね上がっちゃう。いやいや、それをかけましょう。多分どうなるかどうか。2万アクセスとか。いやそれはだって俺今日これもだって仮持って帰るの怖いもん。なんでだよ、狙われないよ。襲われるから。襲われないよ。欲しい持ってるかどうかも。マニアのエリアは知らないから。マニアの中でも人肉マン以来の、やめなさい、そのビデオ屋にあるっていうの。人肉マン以来のこのビデオ。怖いやつ。ということで、もう時間がなんとか、そう、トークテーマのカードも引かず、なんだかんだできましたよ。最近、たのしんこさんの番組でしかそのカード見てないですよね。いや、本当に大活躍してますけど。さあ、まさひろさん、なんですか。終わっちゃいますけども、なんか告知とかありますか。告知、あ、そうか、もう今日から配信なんで、もう配信、いや、これの直近の、じゃあ、言いますか。はい。じゃあね、ライブとしては、はい、9月3日に、はい、月見る君を思うっていうね、素敵なライブハウスがあるんですよ。で僕はそこで初めて。すごい名前の箱で。そう、本当に月がバックでね、こう映像でわってなって、素敵なね箱
こなんですけど、はい、あのそこがちょっと皆さんちょっとまさにフルバンドでライブやるので、おおすごい、もう見に来てくださいよ。本当にね、バンドだけは本当にすごいから、いやいやもうやっぱ俺ありきのやっぱバンド、うん、やっぱりもう助けてもらってるでしょ、ね、もうすいませんみたいなこと、みたいな、いやでも本当に素晴らしいバンドですよね。今もう素晴らしい、いや本当にすごいです。バイオリンも入る。9月3日、9月3日時間は、8時半からの出番に、いくらですか。それは、2000円ぐらいです。そこははっきり知っといてくださいよ。2000円ぐらい、まあ、2000円ぐらいだ。まだそれ、ブログとか見てもらったら OK なんですね。ブログとか、ブログとかね、いっぱいこう見てもらえればいいと思います。わかりました、OK です。他は大丈夫ですか。あとはまあ、たのしんごさんの番組でね、あの僕の曲使ってます。そうですね、リンクソンがエンディングでやってますんで、はい、わかりました。ぜひそちらもチェックしてください、はい、ということで番組終わっちゃいますんで、次回3回目、次は300再生してもらわないと4回目ないですから。だから皆さんが150回、僕が150回ずつで、はい、はいはい、やろう、やっていきましょう。何でもいいからやってください。苦しみをもう分かっておいてみて。じゃあそれでは、まさひろさんありがとうございました。最初に、最後に番組タイトル言って終わってください。はい、じゃあシンガーソングライターまさひろのまさにぃ TV でした。イエーイ、よいしょよいしょ。